もくもくもっくん。2月といえばバレンタインデー。ダイエーのお店にもチョコがいっぱいになってウキウキするよね。去年は僕、ママとバーバとモコちゃんにサプライズでチョコをあげたんだよ。そういえば海外と日本ではバレンタインの風習が違うって聞いたことがあるけど、みんなは知ってる？まずはアメリカ。アメリカは男性が女性へ愛を伝える日で、花やプレゼントを女性にプレゼントするんだって。次はフランス。フランスでは恋人たちの日として、カップルや夫婦が二人きりで過ごす日、男性が女性に赤いバラをプレゼントするのが主流なんだって。ロマンチック。メキシコでは愛と絆の日として、男女関係なく友達同士でもお祝いするんだって。チョコレートなどのプレゼントや手紙を送り合って、恋人や友達、家族などに感謝の気持ちを伝えるんだって。日本ではチョコレートで告白の日ってのもあるけど、友達同士で交換する友チョコや自分へのご褒美のマイチョコも主流になってるって感じかな。なんてたって2月はいろんなところに美味しいチョコレートがいっぱいだもんね。チョコレート堪能したいよね。ワクワク。僕もバレンタインに家族のみんなに感謝の気持ちを伝えたいな。そうだ、バレンタインメニューで感謝を伝えよう。ダイエーのレシピ検索でバレンタインと。チョコ風味チーズケーキ。見た目もすっごく可愛くてバレンタインにぴったりだね。きっとモコちゃんも喜んでくれるぞ。愛情たっぷりシチューハンバーグ。たくさんお野菜も入ってるし、赤ワインで風味豊かだからきっと家族みんな喜んでくれるはず。よーし、バレンタインメニューはこの2つで決まりだ。なんだかいつもよりバレンタインが楽しみになってきちゃったよ。それといつも動画を見てくれているみんなにも僕からプレゼント。じゃーん、チョコレート。みんなにも僕からの感謝を伝えます。いつもありがとう。みんなもぜひバレンタインに大切な人に感謝の気持ちを伝えよう。それじゃあまったねー。動画を見てくれてありがとう。関連動画もぜひ見てね。チャンネル登録はここからお願いします。お買い物はダイエーで。それじゃあ僕はダイエーで待ってるよ。まったみ